少しは落ち着いただけキアナ。ほら、これが私とあなたの実力の差なの。あなたは私に勝てない。勝てない。Yeah!
までだよ。くそ、嘘だ嘘だ嘘だ、ありえない。あなたたちちゃんと言うことを聞きなさい。教えたことを思い出すの。神なる者、変化の極みなる。万物に妙にして変化し、剣を持って話すべからざる者なり。太虚剣気神運。律者は私に任せなさい。元凶はもうすぐ解除される。もう帰って。今回はおそらくさようなら。待って委員長、他にも方法が。そうかもしれない。しかしこれが私の使命。私はたくさんの裏切りと嘘を味わいました。委員長、私は嘘をつかないよ。律説はここまでのようです。信じてくれた人も私のせいでいなくなりました。私は強いからそんなの心配ないよ。どれだけ努力しても歳月の流れにはかないません。結局私は一人ぼっちです。一人ぼっちにさせないから。Life moves like a
おかしい。なぜ私は負けたの？力も速度も、精神力も胆力も、私の方がずっと上なのに。私が律者だから、失敗するのも運命なの？気づいたんですね。当然、いくら自分を騙そうとも、力を全部使った時に、いや、もっと前から気づくべきでした。でも認めたくなかった。私は意識を操る律者。何かを否定するなんてたやすいことでしょ？たやすいはずだった。結局最後までなりたかった人は私じゃない。倒したい相手こそ私だった。私は周りを嘲笑ってきたのに。結局私が一番のピエロでした。この世界に公平なんてない。そうでしょう。律者に生まれたのは、あなたのせいではありません。崩壊の意識はずっとあなたの心の中で、あなたを染めようとしていました。しかし、あなたが屈することは一度もありませんでした。私もそこにいたからわかるんです。あなたが邪悪の化身、崩壊の傀儡でないことを知っています。私はこの体を捨て、あなたはその中から生まれました。この体はあなたのものですが、今はまだ渡せません。ごめんなさい。私を必要とする者がまだいるんです。やるべきこともまだ残っています。あなたの精神はもうボロボロだってこと知ってるでしょ？もし私が死んだら、あなたも死にますよ。ええ、知っています。崩壊の意識がまだ私たちを見ていることも知ってますよね。今のあなたが体の主導権を握ったとしても、崩壊の侵食に抵抗できます？律者の力に耐えられます？全力で抗ってみせます。だから、力を貸してほしいんです。ありえない！力を貸してほしい？バカじゃないですか！貸すわけがない。死ねばいいんです。同じ体を共有する？考えるだけでも虫唾が走る。私は負けた。あなたこそが不可。私は誰でもない。もう二度と会うことはありません。さようなら。私はここを去ります。止めることなどできません。どこに行くんですか？あなたには関係ないでしょ。私がどこに行こうが私の自由です。私は意識の律者ですからね。二度と出会うことがないよう、せいぜい祈っておいた方がいいですよ。ありがとう。あなたのためじゃありません。何かしたいならすればいい。私とあなたはもう何の関係もない。じゃあね。体がなければ、崩壊の侵食はますます苛烈を極めますよ。全力で対抗します。たとえ負けたとしても、私に勝てる人がいると、私は知ってますか？それじゃあ。